アエロフロート902便撃墜事件とは、1962年6月にソビート連邦で発生した航空事故である。アエロフロート902便は、ハバルフスク空港より、オムスク、イルクーツクを経由し、首都モスクワのブヌーコボ国際空港へと向かう便であった。902便の使用機材は、ツポレフ製のツマイナス104型機でエンジンを改良して、 胴体を延長することで定員70名を確保した改良型のツマイナス 104A 型であった。製造番号8660万1301番のこのツマイナス 104A は1958年12月22日にオムスクにて製造された。事故当日の航空機の総飛行時間は3726時間で、木戸市はおよそ3年半ほどであった。 運航乗務員は以下の通りであった。902便は先日の通り、ハバルフスクからモスクワまでの間に2つの経由地を経由する便であった。15時53分、スマイナス104は、イルクーツクのベラや飛行場より離陸し、次の経由地であるオムスクへと向かっていた。乗客76人のうち、成人は62人、子供は14人であった。 16時32分、902便はクラスノヤルスク管制センターの区域に入った。当時のクラスノヤルスク地方では、好点が観測されていた。16時50分に、クルーは902便がクラスノヤルスクから50キロ離れた地点にいると報告しており、またレーダーの分析の結果によれば、その時点では当便は正常に飛行していた。 その後、管制官は機体へ指示を出したが、902便は応答しなかった。16時53分、管制センターは902便から、クラスのヤルスク423870、こちらを見て、こちらを見て、という通信を受信した。この通信では、ラヒモフ副操縦士の発したこの絶望的で、動揺した声に混じって、高音と奇妙なノイズが聞こえていたが、 しばらくして途絶した。機体は高度9000メートルで、霧もみ状態に陥り、高度7000メートルで失速した。そして傾斜角約15度から20度で森林へと突入し、機首を跳ね上げながら、地面に激突して爆発、炎上した。事故は、クラスのヤルスク空港の28キロメートル東で発生し、事故の残骸はおよそ200メートルにわたって散乱していた。 事故の発生から墜落までは約2分半であった。この事故で乗員、乗客84人全員が亡くなった。この事故は当時のソビエト連邦では最大の航空事故となった。乗客の遺体のほとんどには火傷などの症状が見られ、機内で火災が発生していたことが示唆された。また、左側の席に座っていた人の方がより火傷の症状が重かった。墜落直後、 事件の現場は兵士たちによって封鎖された。機体の残骸の分析により、機体の左部には外部からの衝撃によるものと見られる穴が開いており、また遺体にも飛散する物体によると思われる損傷が見られた。当初、事故調査委員会は、雲の中での失速による空間式出張、あるいは客室内の火災や、 その他の理由によるコントロールの喪失が事故原因であると結論付けた。しかし後に事故当時、マガンスク地域に駐留するソ連軍防空部隊が対空ミサイルの訓練発射を行っていたことが明らかになった。また、機体左部の穴はミサイル攻撃を受けた際にできる穴と特徴が一致していた。このことから現在ではミサイルの誤射による機体への損傷が この墜落事故の原因であると考えられている。 http://www.airdisaster.ru スラッシュ t a b a s e .php id イコール 513http://www.krasrab.com スラッシュアーカイブスラッシュ2008スラッシュ04スラッシュ177スラッシュ15スラッシュビューアーティクルありがとうございます